しく微笑むその裏には孤独の涙、果てしない強さ求めて信じる者たちと何度も駆け上がれ、前回の少年陰陽師は。お前あの生命の孫じゃないのか。孫って言うな。俺は正弘だ。阿部の正弘。爺様が偉いからってそれがどうした。お前見えてきてるんじゃないのか。そうだ、さっき全部思い出したんだ。俺の剣気の際は爺様が封印してたんだって。お疲れさん。大変だったな、元服の儀。あの小さくて可愛かった正弘が、うん、時の経つのは早いもんだな。13で元服、遅いくらいだ。まあまあいいじゃないか。俺としては嬉しいぞ。すっごく出来の悪い弟子が独り立ちする感じで。弟子入りした覚えはない。でもいいのか、宴の席を抜け出したりして。今日は一応お前が主役だぞ。朝から緊張しっぱなしで食べ物喉通らないし、客はひっきりなしだし、もうヘトヘトなんだ。ま、貴族ってのは刺激が足りないからな。大陰陽師の孫の元服を一目見ようと大勢やってきたのさ。ふん、俺は見せ物じゃないんだぞ。まあまあそうふてくされるなって。マサヒロ。父上すみません、少し疲れたので部屋で休ませていただこうと思いまして。まあ無理もない。あれほど大勢の客が訪れるとは私も思わなかった。時に正弘、明日なのだが私と共に出向いてほしいところがあるのだ。父上と一緒に。ああ、藤原の道長様のお屋敷へな。阿部の生命の末の孫が元服したのなら一度その子を見てみたいとおっしゃってな。頼んだぞ。はい。へえ、藤原の道長が直々に会いたいとは大したもんだな。そう？そうってなんだよ。藤原の道長といえば右大臣から左大臣へとトントン拍子に上り詰め、今や政を欲しいままに治める権力者じゃないか。少しは光栄に思え。ふん、生命の孫に会いたいって言われても嬉しくないよ。仕方ないだろ、悔しかったら生命を超えるんだな。ああ、爺様のやつ、いつか追い抜いてやる、絶対に。お、覚悟だけは立派だな、頑張れよ。ん、あれ、車は？え、歩いていくんだよ。歩き？いつも肩の上に乗ってるやつが贅沢言うな。これ、正弘、そのような乱暴なことを。しつけですよ、しつけ。しつけ？お前が俺に？冗談じゃねえぞ。口答えしないの。ささ、父上行きましょう。お前が肩に乗せているその肩はだな。そうだそうだ、言ってやれよ、島さ。よしまさ、よくぞ参った、地高へ。はは。そりゃ緊張するよな。余計なこと言ったが最後、道長にいじめ抜かれて左遷されちゃったっていう貴族なんざ山のようにいるしな。いいか正弘、最初が肝心だからな。人当たりのいい素直で一生懸命な見習い陰陽師として精一杯化けの皮をかぶるんだぞ。おい、無視するんじゃねえよ。人がせっかくこれからどんなことに気を使えばいいか教えてやってるってのに返事ぐらいしろよな。
こらマサヒョ、はいと言ってみろ、はいとな、生命の孫。孫言うな。道長様、実はここに道長様のお目には映らぬかと存じますが、あやかしがおりまして。ん？それがこの子にちょっかいを出しておるのです。何？それはまことか？そのあやかしはどのような姿をしておるのだ？こんな格好だぞ道長。義政、お前が平然としておるということは、この私に害はないのだな？はい、それはもちろんご心配には及びません。で、どこにおるのだ、そのあやかしとやらは？全然違うとこ見てるな。どこ見てんだよ、こっちこっち。もしもーし、もっくん。まさひろ。はい。さすがは義政の子だな。まだ陰陽師として修行しておらんのに、人には見えぬ異形のものが見えるとは。いや、その物心つく前から修行して、いや、させられてますって道長に言ってやれ。頼むぞ正弘、しっかりと勉学に励み、私のために働いてくれよ。はい、頑張ります。ほら見てみろ、俺のおかげで褒められただろ。はは。正弘、私は道長様と話があるので、その間お庭でも見せていただきなさい。はい。やっぱりすごいな。まあな、藤原氏初代の鎌足なんかはもう少し質素だったかな。へえ、そんな何百年も前のことまで知ってるんだ。だから俺の知らないことはないって言ってるだろう。伊達に長生きはしてないんだね。ふん、最も道長がこんなに羽振りが良くなったのは最近のことだけどな。うん、ねえ、この庭だけでもうちより大きいよね。おいおい、こんなんで驚くなよ。大代理なんて凄まじくだだっ広くて度肝を抜かれるぞ。へえ、俺迷わないかな。任せろ、そうなったら俺が責任持って案内してやる。もっくん、大代理にも一緒に来る気？大丈夫大丈夫、大代理なんて異形や化け物の巣窟だ。今さら俺一匹増えたところで変わらないって。もっくんさ、俺と一緒にいるのはなんで？最初は化け物も霊も全く見えなかった俺のためにそばにいてくれてたけど、もう見えるようになったから心配ないよ。元服も終えて一人前になったことだし。格好だけな。そうだけど、ちゃんと頑張って修行するし、だからじいさまのところに戻ってもいいよ。なんだよ、俺を追っ払うつもりか？あ、もしかしてもっくん、俺と離れたくないんじゃない？寂しくて。あ、やっぱ図星か。待てよもっくん。なんだよいきなり。もっくんどうかした？何かがいた。ここに？俺は何も感じなかったけど。もうここにはいない。だが確かにいたはずだ。異形のものだが、俺の知らない何かがここに。じゃあ道長様を狙ってる呪詛？いや、呪詛の類じゃないな。じゃあ何なの？なあ正弘、それぐらい自分で突き止めてみろよ。ふわー。いや、その、だって俺まだ半人前だしさ。さっき元服も終えて一人前になったことだし、なんて言ったのはどこの誰だっけ？あなたたち何してるの？何をしているの？その生き物は何？え、君、これが見えるの？これ言うな！左大臣の姫だよな。俺が見えるってことは、他の異形とか化粧も見えるのか？するな、貴族の姫が。生命様が守ってくださっているから大丈夫なの。お父様もそうおっしゃっているわ。
爺様が結界を張っている。あなた今日吉政様といらした子ね。うん、正弘って言うんだ。正弘ね。大名字になるの？ああ、清明様のお孫様だもの、きっと素晴らしい大名字になるわね。爺様の孫じゃなくったって素晴らしい大名字はいっぱいいるよ。そうね、そうだわ、ごめんなさい。いや、別にいいんだけど。俺、もう行かないと。お、おい！あの姫、俺を見ても動じなかったな。下手に見えるとおっかながって震え上がるもんなんだけどな。やっぱあれかな、大陰陽師が守ってくれてるっていう信頼があるから不安なんてないんだな。やっぱすげえな、生命は。って聞いてるか？よし、いつか爺様を超えてやるぞ。け、まあ頑張りや。あ、それより可愛かったな、お姫様。あ、お前もまんざらでもないんじゃないの？うるさい！もう道長様と父上の話は終わってるだろうな。ああ、ここのお姫様と長話しちゃったからな。正弘殿。雪成様、昨日は元服の儀の加冠役をありがとうございました。いや、とんでもない。加冠役をぜひにと道長様にお願いしたのは私なんだ。以前呪詛を受けた際に清明殿に助けられ、そのご恩に報いたまでのこと。これからも後見人としてきちんと役目を果たさせてもらうよ。時に今誰かと話していなかったかい？俺、正弘と喋ってたのは俺よ。え、見えない？それは残念だな。いろいろと積もる話もあるのに。どうかしたのかな？え、ちょっと肩が凝って。正弘ひでえ。さっき呪文とか真言の練習をしていたので、それをお聞きになったんだと思います。なるほど、場所を選ばず修行を欠かさないとは。さすが清明殿の孫だね。すみません。いやいや、慣れないとどうしてもね。もぐっ。え、何か？雪成っていいやつだよな。何でもありません。明日から陰陽寮で働くんだろ。わからないことがあったら何でも聞きに来てくれて構わないからね。どうしたんだい？何か？いえ、別に。元服の儀、道長様のお目通りと、忙しい毎日で緊張が続いているからね。少し休むことも必要だよ。ああ。ではまた。あ、に、いってえな！もっくん！なかなかだったろ？特にあの一回転なんて、そんじょそこらのやつには真似できないぜ！エボシリでも引っかかって、雪成様が気づいたらどうするんだ？ちっと気づくかなと思ったんだけど、全然だったな。どうした正弘、気分でも悪いのか？雪成も言ってたけど、少しは休みが必要だぞ。なんか駆けずり回ってるだけで一日が終わる気がする。毎日毎日雑用に追われて見習いは辛いよな。人の思惑や恨みが渦巻く大代理には雑記がうようよいるわ。陰陽師が修行をする陰陽寮に雑記がいるなんて皮肉なもんだな。まあ害をなすものならともかく、力の弱いやつはそのままにしておくんだな。正弘殿、諸子へ行くのか？はい。すまないが、この巻物も一緒に返してきてくれないか？
い。すまない、これも一緒に頼む。あとこの写しも配ってくれないか。うわぁ、頑張れ見習い。なあ、そろそろ帰らないか。あともう少し。代々の帝を狙った怨霊の資料、せっかく陰陽寮にいるんだから、この際読んどかなきゃ。なんだこの気配、ざわざわと嫌な気がする。ああ、俺も同じだ。あれは帝のおわす代理の方角だ。火事だ。見りゃわかる。だが、ただの火事じゃなさそうだ。え、火の手が上がっているのは多分清涼殿から高級にかけてだな。大変だ。マサヒロ、気を凝らしてみろよ。混乱している人の気配に混じって別のものがある。うん。ノー、アラタンノー、タラヤーヤ、サラバラタサダナン。はっ。化粧の気配だ。あんなのは俺も初めて見た。この気配どこかで。東三条で。どうした正弘。異形の者がいる。道長の屋敷にか。この間あそこで何かを感じたって言っただろう。もしかしたら。正弘殿。どうしたんだい、そんなに急いで。道長様は直に出てこられる。代理炎上の知らせが先ほど届いて、三代しようと。朝廣殿、お許しなしでは。おいこら、どこ行く。爺様の結界が破られた。朝廣、ダメだ、出るな。なおまく三文だ、千段わからせらたらたっかん。望めるつわもの、戦う者皆陣破れて前にあり。はあ、今の何。わからないけど、異形のもの。ごめん。あ、多分もう大丈夫。後で爺様を呼んで、今までよりも強い術を施してもらえば、もう一の姫には誰も手出しできないよ。あきこ、一の姫なんて呼ばないで。あきこよ、まさひろ。あきこ、助けてくれてどうもありがとう。マサヒロ殿、一体何があったんだ。アキコ、無事か。お父様、雪成様、心配いらないわ。マサヒロが悪い化け物を退治してくれたの。はあ、すごかったのよ。マサヒロは素晴らしい陰陽師になれるわ。ご苦労であった、マサヒロ。さすが生命の孫だ。生命の孫ね。代理炎上とはまた穏やかでないの。昨夜はそのような兆しもなく、何もないところから火が上がったとなると、それにしても東三条に駆けつけたのは正弘だけだったとは。
どうやら荒れそうじゃの。ああ、せっかく道長が褒美を取らすっていうのに断っちゃって。っていうか、せめて車で送ってもらってもいいんじゃないかな。あのね、断りもなくお屋敷に入ったんだから、きっついお咎めがあっても文句言えないんだよ。歩いて帰るのやだな。もうあの、明子様からお礼にとこれを。うん。うわー、にやけてる。え、今思いっきりテレッとしてたぞ。いや、ただいい匂いがするなって。今日姫の前で俺かっこよかったな。どうか思ってんじゃないの。思ってないよ。もう、ま、もっとも俺がいなかったらああうまくはいかなかったけどな。そんなことない。第3話、闇に怯える声を聞け。